今やってるサッカーをより精度を高めていきたいなっていうのを目標にやっていますし、僕個人としては何だろう、楽しんで終えたなっていうふうに感じたいので、まあ J1 に行けないのはすごい悔しいですけど、しっかり充実して終わりたいなと思います。しっかり相手を見るっていう部分ではまだまだなのかなと、相手をしっかり動かして引き出してそのスペースをついたりだとか、味方のランニングをしっかり見るだとか、まあそういう部分をもうちょっと突き詰めていかなくちゃなとは思います。ベルディは3連勝中、令和になってからまだ負けなし。さあここから奈良はクロスが入っていく、レアンドロが待ってる、落とした。さあここから川野裕樹、決めていきました。ベルディ同点。川野ベルディ復帰後初ゴール。いや特にまあ知ってる選手も何人かいますけど、ベルディのサッカーをやって勝ち切ることしか考えてないです。まあいいキッカーは何人もいるんで、あとはしっかり中が合わせるだけかなと思います。残り3試合、いい風に勝っていいサッカーをやって、シーズンを終えたいので、まあ、しっかり集中してやっていければなと思います。